けど、なんかそういう、なんかいわゆる友達っていう感じでもないですし、でもずっとこの辺にいるみたいな存在なので、なきゃないで困るし、まあ、ずっとあったらあったでそれはそれでっていう、なんかそういう何とも言えない存在ですかね、不思議な存在というか。やっぱ青春ですよね っていいのかな。今んところそれしか思いつかないです。まあ一緒に育った楽器始める前からの人もいるんで、まあ、一緒に育って作ってきたグルーヴだったりするんで、やっぱり、そういう場所ですね。もうなんだか分かんないですけど、だから家みたいな感じですね。やっぱ常に他の一緒に活動してない間もずっと気にしてるし、っていう感じですね。なんでまあもう一度組んだ以上はもう何だろう、入れ墨みたいなもんっていうか 消せないものみたいな。やっぱ友達ですよね まあスタートがそうなんで、遊びの延長線上なんですよね、気楽な。Thank you.
まあ、糸旬が屋上でやりたいって言って、でそれ言われたらそれはもうビートルズのあれでそれやりたいよ俺たちもと思ったんですけど、本当にいつもお世話になってるマホロザ町田さんのおかげで、こう屋上でやりたいってもやれるもんじゃないじゃないですか、まずだからそういう機会をやっぱりいただいたのですごい嬉しかったです、ありがたいですね。あとメンバーともやっぱり実際会うの久しぶりですし、ましては演奏も久しぶりの演奏なのでやっぱり楽しかったですね。もう炎天下の中アンプを上まで持ち上げるのが汗だくになったのがやっぱなんかやってるなっていう感じしましたね。帰ってからすごい充実感でいっぱいになりましたね、その撮影した日は。はい、やっぱ昔の曲、昔のそうですね、デビュー当時の曲とか2人の赤星とか含めはもう結構何も考えずにできるんですけど、あの新しいアルバムの曲はもうまだ結構必死で体にあんまり入ってないので、はい、でももうあのこの収録のためにあのリハーサルも入ってスタジオでも撮って屋上でも何テイクも撮ったんで、なんか逆にあんまりこういう風に練習することってないから、同じ曲を何回も連続で演奏するみたいなのすごく楽しかったし、でもバンドで演奏するのって本当にもう昔からずっとやってる曲も含めてあんまり飽きるっていうことは ないんですよね。なんか毎回毎回なんか自分なりのこうテーマがあって、うん、ただこう懐かしく演奏するのではなくて、何かこう進んだ先にある演奏というか、まあ、そういうのがなんとなくこう全員から感じられてはいたので、それが結構いい刺激にもなっているので、その昔もう15年ぐらい前の曲とかも、新鮮な感じというか、よくこう年を重ねてくるとなんかこうちょっとなあなあな感じになるところもあると思うんですけど、なんかその演奏に関しては結構ぐいぐい攻めてるというか、意外に手応えがあったなっていう感じはありますね。そうですね、だんだんこう日が落ちてって、うん、いい感じですね、はい、なるべく自然にいつものライブと変わらない風にやったつもりです、はい、うん、本当はもっとたくさんできたらよかったんですけどね、なかなか収録したのが8月の3日だったんで、ちょうどその計画してた時は梅雨がなかなか明けない時期で、うん、いつ太陽見れるんだろうみたいな時期だったんですけど、でも梅雨が明けたら明けたで多分暑くて大変だろうなと思って、うん、屋上で多分そんなに曲できないだろうからっていう、まあ、そういうのもあって全7曲になったんですけど、うん、まあ、屋上で撮ったのはでも3曲だったのかな、はい、うん、そうですね、本当はもっとたくさんできたらよかったんですけど、でも新曲のセレモニーができたので、はい、僕にとってやっぱりこの金木犀活動再開の一発目のセレモニーっていう曲が一番今の自分のバンドに対する気持ちをうまくこう表現できている曲だったので、うん、はい、セレモニーができてよかったです。忘れてしまったから。
あペース配分いい感じで、やっぱその金木犀活動再開って声上げた以上それなりの活動はしなくちゃいけないんじゃないかっていうふうに、あのメンバー同士でもそういう話にはなったんですけど、でもやっぱり僕にとっては金木犀ってなんていうんですかね、良い意味でも悪い意味でもすごくこうなんていうんだろうな、うまい言い方が見つからないな、ストレスになるっていうとなんか言い方が悪くなっちゃうけど、エネルギーを使うっていうんですかね、そう、金木犀は良くも悪くもすごくエネルギーを使う場所なので、正直年に何回も僕は活動できないなと思っていて、だから頻度としては、ね、メンバーにもファンの方にも申し訳ないですけど、本当に時々できるのが一番バンドの健康と僕の健康を保つためにはいいと思っているので、質問何でしたっけ？ペース配分はうまくいっていますか？あ、そうだ、ペース配分はだから今のところうまくいってますね、はい、本当はもっとたくさん活動したらいいんでしょうけど、でも去年2019年はアルバムも出したし市民会館もできたし、かなり頑張ったと思います、はい、本当は今年もちょこちょこやるつもりだったんですけどね、まあ、こういうことになっちゃったんで、とにかく活動再開して一番こうみんなで思ったのが、金木犀でもう疲弊したくないっていうのがあって、消耗したくないっていうのがあって、せっかく、10年ぶりに集まってまたこう根詰めてやりすぎてもうやだってなってしまったらもう本当に悲しいので、みんなそこだけは避けたいっていうのがあるので、その金木犀の活動のペース配分っていうのはちょっと慎重にこうやりすぎないようにというか、まあ、本当にノリノリでいけるときはいけるとは思うんですけど、ちょっとまあそこは若干気をつけながらっていうところがあって、はい、なのでまあ必然的にまあ年に何回かって感じになるんですけど、まあ、年に1回の大きなワンマンライブをやるっていうだけでも、まあ、その企画の打ち合わせとかリハーサルとか入れるとまあまあその前後3ヶ月ぐらいは結構会うことになるし、年1ペースぐらいでとか言ったところで結構やってる感じにはなっちゃうんですよね、なんでそこはやりすぎず、やらなすぎずっていう感じでできればいいかなと思ってるんですけどね。なんかでもここが自分の居場所というかいう感じがしますね、結局、はい、悔しいけれど悔しいけれど楽しいですね、やっぱり、はいはい、だから金木犀でどうするどうするって、まあ、リモートとかでいろいろ計画立てるのとかもやっぱりワクワクしますね、はい、で結構一時というか、まあ今でも薬たくさん飲んでるんですけど病んでて何にもこう無気力になってた時があったので、まあでも金木犀やってから随分といい方へこう良くなってきて、はい、なんかやっぱり何よりの薬かなと最初はやっぱりもう最近サポートの仕事の方が忙しいので、まあ、そっちがこう結構スケジュールもタイトだったりするのでできないのかなって思ってみたんですけど、意外にやってみたら、まあ、バンドなのでそんなにこう長時間こうがっつりいなくても、まあ、時々会った時に割とこういい話ができるというか、まあ、演奏も そこまでやらなくてもこう大体こういい感じにまとまるので、意外にまあ、僕的には両方いいペースでできてるかなっていう気はしますね、はい、
その20代やってた時はもちろんメインでやってたので、いろいろもうお仕事でもありますし、でも今はまあなんとなくこう、まあもともと友達ですし、まあ自分の中では他のメンバーは何つってたか分かんないですけど、ご褒美的なところもありますけどね。やっぱまあ心の底から楽しめる場所じゃないですけど、うん、まあライブも楽しいですし、うん、あんまり関係なく楽しめる場所では、ただこれがしょっちゅうやると分かんないですよ。今だからちょうどいいそのスパンだと思います。いやー、かなりいいと思うんですよね。相当いいっすね。うん、僕も、まあ、金木星何枚だ、あのアルバム何枚か出してきましたけど、うん、やっぱ全部自分たちで作り上げたからかもしれないですけど、かなり気に入っているアルバムですね。ちょっと改めてプッシュしてくださいよ。そうだからね、リリースして今は消費の早い世の中ですけど、これ何年もかけてね、プロモーションしてもいいんじゃないかなって思うので、うん、本当そういうつもりで3年ぐらいかけて、うん、プロモーションしていくのもいいんじゃないかなとは思ってるんですけど、はい、僕何が嬉しいかって、糸旬もまだ夢中で聴いてるらしいんですよ。糸旬が自分で気に入ってずっと聴いてるって言って、この間も聴いてるって言ってたんで、まあ、僕ももちろん聴いてるんですけど、なんかそれが何よりというか、まあ、あと20代糸旬やっぱり作曲っつったら糸旬だったんで、やっぱりそこで結構やっぱ苦労して、でもやっぱ振り返ってみれば本当にその結晶がいっぱい名曲が残ってると僕らは思ってるので、今回は糸旬もみんな同じでみんな作って一参加者としてやって、でやっぱり糸旬の曲がやっぱり歌う本人ですし、やっぱり金木星の主軸になる曲だと思って僕はいるので、でもみんなそれぞれの音楽経験やって、あの音楽経験をしてるんで、みんなそれぞれのキャラクター丸出しのものを作れたので、だから僕たちも自分たちですごい大好きなアルバムができたので、好きって言ってもらえるとすごいただただ嬉しいですね、素直に。そこはもう、はい、そのアルバム作った時はなんか誰に向けてみたいな感じよりも、本当にまあやりたいことやったみたいな感じなんで、うん、なんかコンセプトも後付けでだんだんこう決まってったみたいな感じなんで、うん、本当にこう趣味に近いというか、まあ、やっぱ一番楽しかったのってこうコピーバンドやってる時が一番楽しかったりするのでまあその時の衝動でなんかこういう曲やりたいよねみたいなノリのまんま、笑いながら作ったアルバムなんで、まあ本当に、こんな40代が待ってるとはという感じで、おじさんたちの楽しんで作ったアルバムをぜひ聴いていただきたいなと思ってますね。多分今までで作った中で一番繰り返し聴いてるかもしれないですね、それ、はい、出来上がった後も。うん、そうですね、まあ、作ってる時は割とこう無我夢中で全員こうそのアルバムにこう突き進んでいく感じだったので、やっぱ最近こう僕も時間経って聴くことができたので、まあ、改めてその、まあ、変なバンドだなっていうのはまあバンドなのかこうバンドじゃないのかっていう なんか不思議な感じがありますね。やっぱりこの伊藤君のあのやっぱ独特の声というか、あの声があると割とまあ何やってもいいというか、結局そういうことなのかなっていうのは改めて感じましたね。まあ、金木星は昔から古き良き往年のポップスが好きでやってますけど、今回はさらに何て言うんですかね、80年代中期ぐらいから90年代初期にかけてのバブリーなサウンドっていうか、うん、ザ・ベスト10のような空気感というか、
あの辺のサウンドをあえてやろうとするバンドってなかなかいないと思うんですよね、いい意味でこう誰もやりたがらないサウンドをあえてやってる感じっていうところが金木犀ならではだと思うので、そこはこう押していきたいですね、ちっちゃい頃によく家族で歌番組とか見てたんですよ。多分すごい見る家族だったんでって、まあでも昔は多分そうですよね、昭和だったんで、あの頃のあの思いがだからそういうの好きなんでしょうね、よみがえる感じというか。なんかってよかったなと思うことは、まあ過去が平均化されていくので、
おおむね楽しい思い出が増えたなっていうはい、なんか金木犀なんか思い出すと楽しいことばっかなんで、あんまり文句言っちゃいけないなと思いますよ。バカバカしいこといっぱいしたし、夢中で演奏もしたし、なんでまあみんなメンバー恨みっこなしだぞ俺たちはと言っておきたいです。はい、あー、よかったなと思うことしかないですね。そうだな、やっぱ食べ物も美味しくなっていくし、どんどん花もどんどん綺麗になっていくし、太陽が眩しいし、うん、何にでもこうありがたいなって思えるようになったのは本当に40代入ってからかもしれないですね、うん、そうだから、ね、今大変な時期ですけど、なかなかこうそういった意味では落ち込みがちな日もあるんですけど、なんか20代とか30代の時みたいにな落ち込み方はしないというか、うん、ただこう太陽が出てるだけで本当幸せになれるというか、うん、そういう価値観を感じられるようになったのはやっぱ年のせいだとは思うんですけど、うん、あと何見ても何聞いてもすぐ泣いちゃうのとかそういうのとかもやっぱいいですよね。昔は本当に人前で泣くのとか絶対嫌だったし、映画館に行っても絶対に涙をこらえていたんですけど、もう今は本当にあの日曜日のアニメとか見てても泣いちゃうし、うん、うん、年を取るのはいいもんだなってすごく思ってます今は。はい、年取って良かったこと、あー、でもまあ許容できることがかなり増えたんじゃないですかね。もともと性格的には割とそうなんですけど、うん、みんなの感じが特に思いますね。なんか、うん、これ以上はまあ押すべきでないみたいなところとか、うん、まあここは引いといたら丸く収まるみたいな感じとか、うん、そうですね、まあ、ここで自分を主張してもしょうがないなみたいなバランスとかがすごく良くなったなっていうのは自分もそうだし、あのメンバーにも思いますね、うん、やりたかったこととかその思い描いてることがあのだんだんその表現できるようになってきたことの方がそのプラスに考えられるというか、上回ってくるというか、まあ、体はそんなに動かないけどその意外にやりたいことがやっとできるようになってきたんだなっていう、そっちの、充実感の方がやっと上回ってきたので、それはやっぱ年取ってよかったなって思いますね。はい、やっぱり経験値が増えていくことじゃないですかね、いろんなことに対しての。そこら辺のなんだろう、余裕があるわけじゃないですけど、一回考えることができるとか、うん、昔焦ってたことが焦らなくなるとかなんでしょうね、うん、まああんまり変わってないような気がしますけど中身は、うん、20代の頃と、うん、あります。ライブ終わった後もう腰の痛さとか何日も続きますね。足のもうあのリハーサル今回のリハーサルセッション、リハースタセッションの時も1日経って弾いてたんで、あれをもう何日も引きずりましたもんね。でそのまま使うくったくたのまま屋上になだれ込んだんで、すごい燃え尽きましたね。でもなんかものすごい気持ちはすがすがしいんですよ。燃焼してみんなで作ったぞってやったぞっていう気持ちはすごい充実感はあるんですけど、めっちゃ腰痛いし足だるいみたいな、こうそこはやっぱりギャップがありますね。こう
これか、あのうちの父ちゃんが言ってたやつはみたいな大変だったねって、なるほどねこれなんだねって感じるようになりましたね。はい、ありますね。やっぱりライブ一本持たなくなるっていう致命的な、はい、なのでやっぱりその、まあ、ちょっと鍛えなきゃいけないところは鍛え始めたりとか、まあ、なかなかうまくいかないなっていうのはありますね。そういう、こう技術とかテクニックをそう補えるようにはなるんですけど、単純にやっぱライブそのアンコールはもうグタグタだとかそういうなかなかだなっていう、はい、なんかラーメンを食べた後胃がもたれるとか、昔食べれてたものが食べれなくなったとか、やっぱりすごい残念な気持ちになりますよね。気持ちだけはもう食べたいんで、気持ちだけは元気なんですけど体がついてこないことがたくさんある。なんか足が痛くなったりとか、あ、そうなんですよ、この間それで1日かけて屋上で撮ったんですけど、その次の日足が痛くなったんですよあ、もうその前にそのスタジオで撮ったその次の日ぐらいから足が痛くなって、だからずっと立ってたんで、だからそういうことがありますよねI'm not afraid to die.
金木犀で一番好きな曲ですか。ああ、なんだろう。なんだろうな。まず何があったかを思い出すのがあるんですよね。意外に曲あるから。そうですね。僕はもしかしたら、あれなんだったかな。あれタイトル忘れちゃったな。あれヤングサンデーって曲があったかな。あれヤングサンデーだったかな。あれ曲名完全に忘れちゃったんですけど、確かヤングサンデー、あれ違ったかな、多分ヤングサンデーって曲だったと思うんですけど、それか手のなる方へっていう、その2曲の、はい、どっちかになると思います。はい、その、まあ、ヤングサンデーっていうのは割と金木犀がその活動休止のちょっと前ぐらいに糸旬が書いた曲なんですけど、完全にそのメロディーセンスというか、そこに完全にやられたというか、まあ、歌詞もすごい良かったので、僕の中ではこれは完全にやられたなという一曲っていうのがありまして、であと手のなる方へは何ですかね、割とその初期から割と好きな曲で、活動中も好きな、割とライブがあると必ずこれやりたいなみたいなのがなんとなくどこかにあって、で多分その復活したライブにも入ってたと思うんですけど、うん、それも多分あれですね、その糸旬の歌詞とそのメロディーが結構印象に残ってるというか、なかなかそのやられた曲の、やられたうちの一曲になりますね。はい、一番好きな曲、そうだな、今で言うとセレモニーですね。一番気持ちが入れられる曲です、今は。うん、あのこういう活動休止だったりとか、そういう時間がなければ絶対にできなかった曲なので、はい、うん、音楽ってポップスは誰のものでもあるんですけど、うん、この曲は多分やっぱ金木犀にしか演奏できないし、僕にしか本当の意味では歌えない曲なんじゃないかなとは思うので、愛着はすごく強いです。はい、でもいろんな人に聴いてもらってカバーもしてもらったりしたいけど、うん、うん、セレモニーですね。はい、お、あ、でもやっぱりセレモニーが今は、だから多分その時によって変わると思うんですよね。今はやっぱりあの新しく出た曲ですし、やっぱりそのこうテーマがすごく、その伊藤の書いた詩とかが今の自分たちにも合ってると思うし、いい曲だなと思ったし、すごく、うん、やっぱセレモニーかな。そうですね、はい、うん、一番好きな曲、なんだろうな、同じ空の下では結構好きですけどね、好きですね。あと、パッて浮かぶのが結構あんまり有名な曲じゃないんですけど、あの涙の木の歌っていうのがあって、ベストアルバムに入ってたんだったかな、ちゃんとそうですね、涙の木の歌っていう曲ありまして、それすごい好きなんですよ。ライブでもめったにやらないし、うん、やりたいんですけどね、うん、ベストアルバムのあのボーナス版に入ってたのかな、なんかのカップリングだったかな、すごい記憶曖昧なんですけど涙の木の歌、ぜひ検索してください。はい、究極の質問ですね。一番好き、みんな
我が子のようなものなんで何とも言えないんですけど、なんだろうな、波っていう曲があるんですけど波っていう曲が、僕は糸旬やっぱり言ってももう高校時代からの連れなんで、友達なんで、彼のまあいろいろ生活と家庭のこととかなんとなく知ってるわけですよ。どうなんか時期振り返ると10代の、いやそれがなんかすごい 波って曲に、その頃10代の頃の糸旬の寂しさとか希望とかなんかいろんなもんがこうあったりするんで、なんかちょっとこう泣けてくるというかかもしれないですね。いい曲なんですよ、いい曲なんですけど、はい、確かにアレンジとかの、あのパンチがあんまり強くないというかですけど、そうですね、うん、伊藤俊吾のまああえて言わないですけど、いろんな、うん、家庭のことがパーソナルな部分がにじみ出てるような気がするので、はい、じゃあ波にしておきますはい、高いところ
そうですね、多分言葉ではこう何か多分何とも言えない存在というか、もうやっぱり20代の前半からもうみんな会ってますから、24年ですからね、その、まあ、家族であって家族でもないですし、で友達でもあるけど、何かそういう、なんかいわゆる友達っていう感じでもないですし、でもずっとこの辺にいるみたいな存在なので、なきゃないで困るし、ずっとあったらあったでそれはそれでっていう、なんかそういう何とも言えない存在ですかね、不思議な存在というか、多分そのバンドをやってなんかバンドを持ってる人とかバンドやってる人とかバンドやってた人とかに分かるような、なんか独特の雰囲気というか、なんか変な仲間って感じがします。謎の仲間というか、はい、謎の人たちっていう感じしておきます。なんでしょうね、ハリーはなんて答えてたんだろう。気になるな。金木犀とは誰か教えてほしいな。なんだろう金木犀。でも本当あれですよね、あのお天気ニュースとかで秋ぐらいになると金木犀の花が匂ってきてとてもいい季節ですがみたいな言ったりするじゃないですか。もうやっぱ金木犀とかテレビとかでもそういうワードが出てくるとドキッとしますよね。やっぱ他人事と思えないっていうか。あと最近金木犀って曲流行ってますよね。ねえ、あれちゃんと僕らに断って出してほしいなって思うんですけど。でそのぐらいなんか金木犀っていうワードにすごくこう敏感ではありますよね。あとなんかこう学生時代思い出したくない恥ずかしいことみたいなものにも似てるんですよね、金木犀の活動そのものが、こっぱずかしい感じっていうか、そうだから街歩いてて金木犀で書いてあったりするとドキッとしてちょっと恥ずかしい気持ちになるというか、そのぐらい金木犀というワードにはすごく敏感ですね。なんでしょう金木犀自分にとって。やっぱ青春なのかな、わかんない。青春、もっといい言葉がありそうですけど、やっぱ青春ですよね。でいいのかな、はい、今んところそれしか思いつかないです。そうですね、なんだろうな、もうずっとあの
当たり前の存在っていうか、まあ休止してからの10年間もずっと金木犀の名前をやっぱ口にしてきて、それが僕の社会的な信用につながっていたので、で あの金木犀のっていうのでこう信用してもらえるみたいなところで、あの、まあ、頼ってきたってわけでもないですけど、やっぱ、うん、自分はその金木犀のメンバーっていうところに、まあ、誇りを持ってっていうと大げさですけど、まあ、ずっとそのつもりでいたし、あの、まあ、活動再開は、まあ、常に意識してきたので、まあ、いつかやるだろうと。さすがに10年はかかると思わなかったですけど、うん、まあ遅かれ早かれっていうところで、うん、いたので、まあメンバーのそれぞれの関係性を途切れさせないようにみたいな、うんうん、でもやっぱバンドって本当にどういう関係なんですかみたいな感じ、よく質問あるんですけど、もうバンドメンバーとしか言いようがないというか、うん、家族でもないし兄弟でもないし友達でもないし、まあ友達の面はもちろんありますけど、うん、なんかあの一度一回こうバンドを組むと、もうなんかすごい言い方寒いんですけど、まあ絆っていうか、すっ、うん、それはなんか独特のものがあって、金木犀に限らず他にもいろんなバンドやってきましたけど、なんか全部そうなんですよね、うん、結びつきが、うん、やっぱ常に他の一緒に活動してない間もずっと気にしてるし、うん、っていう感じですね。なんでまあもう一度組んだ以上はもう何だろう、入れ墨みたいなもんっていうか、うん、消せないものみたいな、うん、感じですかね、うん、やっぱ友達ですよねもうスタートがそうなんで、うん、遊びの延長線上なんですよね、気楽な、なんだ、でもあんましょっちゅう会うとちょっと嫌になっちゃうけど、だから今ぐらいがちょうどいいかもしれないですね、はい、うん、友達、うん、これはでも前も言ったかもしれないですけどね、うん、ですね、遊びなんですよね、うん、あんまだから仕事みたいな感じは思ったことないですよね、うん、俺だけかもしれないけど、そう20代やってた時も、うん、その遊びの延長線上がそのままなっちゃったもんだから、うん、まあでもやっぱしょっちゅう会ってたからなんか、まあ、会いたくない人もいっぱいありましたけど、それはあんま俺ないかな、うん、そうですね、うん、な感じですね。金木犀とは家みたいな感じですかね、家ですかね、だからファンの人とかはなんか家に遊び来てくれた感じですね、だから自分なりですよ、自分なりになっちゃうけどのおもてなしはしたいなっていうか、こう、まあ、来てくれたことが嬉しいんで、そういう感じですかね、家ですかね。やっぱり面白いですよ、あの他の4人あっての、もう二度と言わないですけど、まああの4人あっての自分だと思います。悔しいんですけどねやっぱりみんないないと演奏なんないんで、僕がベースに出て一番楽しいのはやっぱりあの4人ですかね、はい、まあ新たな出会いもまあ楽しみにはしてるんですけど、でもやっぱまあ一緒に育った、楽器始める前からの人もいるんで、まあ一緒に育って作ってきたグルーヴだったりするんで、やっぱりうん、そういう場所ですね、もう何だか分かんないですけど、だから家みたいな感じですねまあ旗から見たらすごい
幸せでそうなことですよね。すごい運命だと思うんで、バンド1個続けるってすごい結構エネルギーいるし結構消耗するんで、でもなんとなく笑ってやってこれたのはまあ他のメンバーのおかげだなっていうのはありますね。はい。Sure.
あ、もうできた。はい。振り返ってしまおうと高い空に届くように、マイクで聞こえますか？聞こえますか？